取材取られちゃうよ、こんなのって。今日はこの東寿園で忘れられてる挿し木した心拍ですかね、これをちょっとお宝探しゲームと行きたいと思います。どんなこれ1個作ってきますか。そうですね、まあ、全部、あ、これもそうか、これでもちゃんと根はみんな生えてますね。根っこはみんなついてるね、これね、模様がついてるな。あります。ちょっと1個ずつ出してみます、うん、いや出しちゃうか。すげえな。ちょっとバラしちゃう、ね、バラしますか。バラしちゃう。ちょっと樹形を見てみたいですよね。確か。でもそれ相関。これ相関になるか。ね。これね。うん、あ、これもだ。これもだ。うん、これあ、こんな遅いの。そんなすごいですね。これ。癖つけられそうだから、結構、ね、サイズならお宝だよこれ。お宝、お宝。これは直感だから、うん、これも作るようになっちゃもう文人帳のコツか。ああ、なるほどね。ここねじってね、うん、いいかもしれない。あとはそれはこれか。これもまっすぐですね、うん、なんか一個作ってみるか。そうですね。どれが面白そうですか。これがいいかな。あ、それこれ、僕も一個やろうかな。そうか、これでもいい。これもいいですよね、うん、これとそれ、うん、2つ作ってる。それでやってみます。形が全然変わるから、これを2つにしましょう。はい、で残りは元に戻します、うん、戻す。これも癖つけるね、うん、やってみますか。おまけでいいや。この一番小さいのからちょっとやってみます。やっていきましょう。これね、これこんな小さいのか。これは心拍。心拍。もう1年も経てば、うん、差し木したら根っこで出ますよ、このぐらいの。へー。これをこの小さい鉢、ただ水が持つかどうか、うん、あのトレーかなんかの上に乗せとった方がいいと思うんですよ、これ、はい、で心拍はね、今の時期だともうちょっとあのきつい仕事やるのは遅いんですよ、うん、これねじったりすると皮がつるって剥がれちゃうんですよ。だからあのこうやって上げたり下げたりするのがいいです。こうひねると、うん、ねじったとか皮がつるって剥けちゃう、うん、今の時期あの皮を剥いてこうシャリをつけるっていうのはできます。スーッと剥けてくる。できるんですね。でこれをちょっとここに植え付けてみます、はい、こう下の方が2ミリぐらいになってるかな。ここ 1.5 ミリ、これ 1.5 の針金、はいはい、同じぐらい、うん、あ、ちょっと同じぐらいの太さかな。これ 1.5 ミリぐらい、うん、こっちは多分2ミリ以上あると思います、うん、それアルミ線でいきますかね。はい、お幹から1本かけ終わりました、うん、はい、今度この2つかけてきますが、これとこれ3つか。へえ、そんな細かいところも細かくやって1枝ずつ。はいはい、これ1ミリかな。枝針金かけは下から順番にかけていきます。はい、ここからはここへ入れる。うん、これ葉っぱをね、この巻き込まないように針金かけていかないと綺麗に上がらないですからね、はい、葉っぱと葉っぱの間を通してくれます。こことここかけました。本当はここ入れなくちゃいけないんですけど、うん、針金かけ間違えたら最終入るな。すごいな、こんな細かくこれでかけておくんですね。やってきます。でこれね、全部針金かけ終わりました。そしてここは鉢入れます。これ下へ、はい、網いらないです、うん、こんな小さいの、ちっちゃいから。これをこう通すんですかね。うんうん、そしたらこう下まで通した。はい。そしてこれをここに切り込みありますから、うん、水が吐けるように、こ
ここにこう針金を持っています、はい、こういうところだともう鉢がカタカタしちゃいますから、うん、針金が水を入るようにしないとカタカタしちゃいます。こうにしてここで止めます。いいですね。で土入れですね。はい、OK、じゃあちょっとね軸をどうにするかちょっと考えですね。そうですね、やっぱりこれスーッと伸ばした形で、うん、模様があんまりゆすら模様でいきましょう。ゆすら模様、うん、それでねこれ丸鉢入ってますから、はいはい、木の植え付ける位置真ん中です。ここから見ても真ん中でこれをこれを頭に持ってきますから、うん、これ枝にします、うん、細い木ですので枝をこう幹に近づけていく、うん、この幹ですね、うん、この枝をこう幹に近づけていきます、うん、お近づいてほしい。ちょっと切れたかなりましたね盆栽に、うんうん、ちょっとねこう裂けたんであとテープも入ってきます、はい、それで、うん、まだちょっとこう幹に立てた葉っぱが長いんですけど、そうですね、ちょっとあんまり切れないで切れるとこだけを詰めてきますから、はい、でこれ盆栽らしくはなったかなと思います。これかわいいですよ。1個目はじゃあ完成トマスター、あの切り口とかそれとからのバイキング入れない有望材です。裂けたんでこれ塗ってきました、はい、一応これはこれで完成。完成、うん、次行きますか。じゃあちょっとここ苔貼ればいいですけどね。そうですね、後で貼るか、うん、じゃあ続いて次今まっすぐだったから相関のやつにしますか。これかこれね、もっとあったと思いますよ、これ。枯れてるとこもありますもんね。うん、どこまで出すかな。こう見ると、ここ相関になってますけど、うん、これをちょっとこう回してみていくとね、粘りがちょっと出てくるんですよ、こう。だからこの辺から上で作っていこうかな。ちょっと出すってことですか？ここまでこう埋めちゃいますけど、うんうん、ちょっとここ出して、はいはいはい、この辺まで出して、で作っていくと思います。うんうん、まあ、じゃあ立てるってことですね。そうそうそう、半径外みたいな形だったけど、うん、起こすんだ。こうとした、ここまで根っこあったんですけどこう取っちゃって、うん、ここまで出す形、はい、ちょっとね洗ってみますこれ、はい、こう枝整理しちゃうか、うん、枯れてるとこが全部取っちゃいます。すごい、これがね、この枝の芯なんです。これずーっとこう、ほら、飛び出してるんで、この芯を切ります。ここが茶色になってます。この先からグリーンになってるでしょ。これ葉っぱの部分ですから、この2葉ぐらい残して、切っちゃいます。芯を。そうすると、これだけ短くなって、うん、先端がまた2つに分かれてる。ここに。なるほど。2本2本に使って、ここに分かれて出てきますから。うん、もうずっと短くしてきますから。これ2本、これ先が2本、うんうん、これとこれで分かれて、またここ先が2本、口も同じ、はい、これ2本2本でずっと作ってきますから、はい、ここもちょっと混んでるんで、うん、これ整理します。こういうとこ分かれ目のところに出てるこういう葉っぱいらないですから、はい、取っちゃいます、うん、でここの分かれ目はっきり見せます。ここに、ここもちょっと近いんでこの辺も抜いていきます。2本2本ですね、全部、ね、全部こう2本2本にして、でここが長いんでこう芯を抜きます。はい、垂れ下がってのはみんな取っちゃいますから、これ、うんうん、かっこ悪いんだよね。で心拍の場合ね、うん、これ根っこをあんまり切らない方がいいんですよ。あ、そうなんですか。うん、切っちゃうとなくて、必ず枯れるところ出てくるんで、できれば最初のうちはこう、
こうやって巻き込んで畳んどく、うん、植え付けた方がいいです。ちょっと太いのでブツッと切るともう枯れてきますから、ね、その部分的にですよね、うん、これあの正常でずっと繋がってるわけでしょ、うん、梅と違いますからこう切られたらもう水上がってこなくなっちゃうんです。長すぎかなってこういうふうな切っていいですけど、うん、あのいっぺんこんなに切り詰めない方がいいです、ね、根元からいっちゃうと、うん、これとこの下にして、うん、この枝からこの枝を持ってくる。どのぐらい刺してったと思います？これ多分ね、うん、3、4年経ってんじゃない？ 3 年ぐらい経ってるでしょ。3年ぐらい、うん、へ3年か、大変ですね、刺し木も作るまで。心拍強いから、うん、あの冬刺してもつきますよね。つきますか。こう太いやつね、10月ぐらいに刺した人いるんですよ、うん、さらに根っこ出た。太い枝で、うんうん、太い このぐらいの太さ、はあはあ、でもやっぱハウスとかの方がいいんですかね。何ハウスとかのがいいんですかね。ハウス、うん、冬ならあのハウスとかね、あの風に当てない方がいいですよ。はあ、はあ、風、風がダメなんだ。風がダメなんです。この葉っぱはなんないですかね。これ取っちゃうさ、ね、はあ、一枝一枝を、うん、これもあとこういうところかけ、うん、この枝もありますか。これ針がこういうまとめる役目をしますからね、葉っぱをこういうふうに。このままだとこう広がっちゃったんですから、これをこうまとめる。棚を作るみたいな。そう。たま、あの、心拍っていうのはピンポン玉の半分に割ったような形でこう葉っぱがこうなりますからね。こういうふうに作っています。なるほど。見栄えが良くなりますね。これ、そう。うん、この下がね、こうピチッと揃ってくるんですよ、うん、ここに。五葉松みたい。そう、あれと同じで、ちょっと先をこう先端を起こしてやれば、うん、木の勢いっていうのが違ってきますからね。なるほど。ほんとだ、ちゃんとね、これ本来のこう出方です。もともとはこう、こっちが揃ってきた、うん、ここに。確かに。こういうふうにまとめてやりますか、針金で。ほう、こうして植え付けの感じですね。うん、これは細かいですね。これで。ちょっとあと水つけます。はい。十分でやる。あと枝を整えていきますから。正面は？正面がね、こっちでいいかな。あ、そっち。ああ、なるほど。これ正面だ。こっち正面にしましょうか。はい。正面。うん、長すぎたか。これで消します。はい、うん。流れとしてはもうこれ、完全にこっちからの右流れか。ね、右流れで作っていきます。はい。で、ここはあの倉庫になってますから。はいはい。途中から出てですね。ここまで割ったら、完全にそうか、途中から出てる。そうか、うん、でこっちあの右流れ、はい、そういう形です。ちょっと作ります。はい。あ、それでね、これ作っていくときに、うん、あのこう枝分かれありますからね、これね、はいはいはい、あの V 字型を締めてかなくちゃ、ここに、うんうん、締めて、それからこう先で分けて、うんうん、こういうこれが基本のあの静止、静止って枝を整える静止、うん、はい、なりますから、こう V 字型をグッと作る、はい、それから先端だけ広げるっていうか、うん、ここも同じ脇を締めるってやつですね。そうです、うん、締めてください
この心拍らしさ、ちょっと今あんまりきつい仕事できないんですけど、うん、はい、これだとただあのこう木が模様を作ってふわーって流れてるようです、うん、心拍らしさだったらやっぱりどっかこうきついところつけなきゃいけないんですよ、はい、こういうふうにかくってこうしたような、うんうん、こういう、うん、こういう形、うん、どっかがないとね、その心拍らしさって出てこないんで、うん、必ず私はこうどっかきついところをつけてます、そこに。でも待つとは違いますからね、うん、あでもそこ曲げたら全然すごいいいですね、うん、これね、うん、こういうとこ心拍の見どころになりますからね、これなやなやのした子が模様っていうのは心拍らしくはないんですよ。いいコントラストが、こういう本当はもっとここくっつけちゃうんですけどね、今はちょっと無理なんで、はいはい、うん、やんないです。それとあと陣ですね、例えばこの線を見たとしますね、ここに、はい、ちょっと目がどっち行くかってさ、うん、多分ねこれ見ると思います、これを、うんうん、だからこれはいらないです、これは、うん、いらない。そうするとこのここからずっと見ていきますよね、そしてこの流れ、このきついあの折り返しがあってこの流れを見ると、そういう形になるんですよ、うんうんうん、陣っていうのはね、あんまりつけない方がいいと思いますよ。あ、そうですか、うん、まあなんか派手ですけど、派手でね、角がいっぱい出てるようになっちゃうから、あ派手ですけどね、うん、で、できるだけ短くするんです、陣は。へー、 爪みたいにチコッとあればいい、うん、これ長い陣、これ長いのいらないですからね。なるほど、ちょっとこっちに作ってみますか。こう、あの生きてたとこです、さっき、うんうん、この陣の作り方って、こうね、皮をこうやって横こしこう、うん、潰していく、そしてこむくらい、これだとちょっと字がない、こういうのもいいですよ、こうやってもどこ、これ、これ字、これ、あ、こういうのいいじゃないですか、分かんないけど、そう、ただこれもちょっと長いんですよ、これ。あ、そうですか、もうちょっとこれ短くします、うんうん、こんな感じ、いいじゃないですか。で、最後に枝は決めますけど、うん、この下を揃っていくんです、うんうんうん、この下、はいはい、これ棚って言いますけどね、これまだ棚にはなってないんですけど、うん、この下を揃える、はい、で、ちょこっとこう下に向いて出てる葉っぱ、うんうん、はい、こういうの、うん、これ取ってきます。そうするとこう下がきれいに揃いますから、はいはい、で、これ目起こししてるんで、だいたいここは下のここの首のところは全部揃ってるはずです、うんうんうん、枝先の作り方っていうのは五葉松の目起こし、目起こし、うん、あれと同じです、うん、これどん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 伸びてきますから、うん、こうに一回こう指先ね、はい、でこう指先から飛び出してる葉っぱでしょ、うん、これをこう抜くんです、爪で引っ張るんじゃなくて、はい、うんうん、抜く、こういうふうにこれで大体揃ったでしょ、うん、そしたらこう反対側から持つ、まだこう揃ってないとこがあるんで揃えていくと、こう抜いていく、ピンポン玉の形になってくるんですよ。そしてあとはこのここまで整えたら、あとはこの目摘みです。葉っぱがもっとこれちょっと長いですからね。うんうん、目摘みすればもっと詰まって、こういう風でピンポン玉がこうパッパッパッって出てきて。なるほど。これもう来年鉢変えればね、見られる。ちゃんとね、盆栽に。でしょうか。だからこう新木挿し木っぽい出てもいいんですよ。なるほど。こうやって増やして、もう高いお金で出して買わなくて、そうですね。はい、でもっと縮めましょう、これこんな感じ で、ね、ちょっと僕のリクエスト、うん、ちょっとね、こう針金縛りますからね。厳しくした方が全然いいですね。こんな感じ。いや、僕は全然こっちの厳しい方が好きです。途中でこう下げて、いいっすね。これをこのままじゃなくて。Thank you.
完成かと思ったら形変わりましたね。変わるだけね。